皆さんこんにちは。チャオ。今日は Vlog 風に料理動画撮ろうかなって思います。実は最近ね、なかなか家で一人で落ち着いてビデオを撮るような時間が取れなくて、で、なんでかっていうと大輝も最近また家にいるんですよ。っていうのはダンスアカデミーでね、コロナ陽性が続出してしまったんです。で、大輝は幸い大丈夫なんですけど、まあ、そのダンスアカデミーのクラス25人くらいのうち6人か7人が感染してしまったということで、また1週間前から休校になっているんですね。ということで大輝が家にいて、まあ、音楽を部屋で鳴らしていたりとか、あと主人も家にいることが多いので、まあ、そういう時は電話がガンガンかかってきたりするので、なかなか落ち着いてビデオを撮れる時間がなくて、こうやって今誰もいない間に、あ、今がチャンスだと思って早速ビデオを回すことにしてるんですけど、今日はこれから本当に久しぶりにカレーライスを作りたいと思います。で、日本で売っているルーを使って作るのではなくて、カレー粉から作りたいと思います。で、本当にね、こういう感じでカレー粉から作るのって本当に何年ぶりなんだろう。まあ、カレールーを使わずにカレー粉から作るのは本当に5年ぶりぐらいなので、ちょっと上手にできるかわからないんですけど、今から適当に作ってみたいと思います。で、これは本当に今から私が適当に作るレシピなので、うまくできるかどうかもわからないし、全然料理レシピとしてはあんまり参考にならないかもしれないですけど、楽しんでいただけたら幸いです。チキンカレーにしようと思います。チキン、これ丸ごと、これ冷凍してあったものを解凍したんですけど、これを今から骨から肉を剥ぎ取って、このお肉を使ってやろうと思います。イタリアではね、骨なしのチキンっていうのは売っていなくて、自分で骨を剥ぐしかないんですね。それかお肉屋さんで買うときはお肉屋さんで骨を剥いでもらうことができるんですけど、スーパーで買うときは大体鶏の胸肉以外は、骨付きなので、鶏のもも肉を使いたいときとかは全部自分で剥がさなければいけないのが結構面倒なんですけど、剥がした骨で結構ガラスープを作ったりするので、二重活用できて、とっても慣れるととても便利です。ということで、今回もこれを肉を剥がして、残った分でガラスープも作ろうと思います。ガラスープは多分明日作ると思うんですけど、今日はこれからカレーを作っていきたいと思います。ということで、まずこれ、お肉を骨から剥がします。この手羽先の部分は、これ一緒にタレに入れてしまおうと思います。残りのこの骨は、残った部分は鶏ガラスープにしようと思います。結構まだ肉ついてるんですけど、ついている肉の部分は鶏ガラスープにしてから後から食べるので、全部無駄にしないで食べます。手羽先はこのまま残しておくことにしたんですけど、残りは一口大に全部切っておこうと思います。はい、こんな感じで準備できました。これだけのお肉が取れました。ということで、これ今からまずこれお肉を炒めようかな。まず炒めることにします。オリーブオイルで炒めます。今回のカレーこの鍋で作ろうと思っています。フライパンをよく熱して、
を炒めている間に野菜の方を切っていきたいと思います。ね、今回ここに使う野菜を全部ここに出しておいたんですけど、まあ、玉ねぎ3個に人参3個、それからじゃがいも大きなもの1つ、それからニンニクと生姜、これだけ入れたいと思います。で、鶏肉の方は焼き色がついたら火を消しておきます。で、別のお皿に移しておきます。同じ鍋を使ってこれから玉ねぎを炒めるので別の鍋に移しておきます。で、玉ねぎなんですけど、これから玉ねぎをよく炒めようと思うんですね。なので薄切りにしようと思います。で、1つ分はちょっと大きめに切るように残しておきたいと思います。残りの2つ分は、まあ、これちょっとあんまり大きい玉ねぎじゃないんですけど、残りの2つ分は4等分にして薄切りにします。飴色に炒める分は先に電子レンジにかけることにします。電子レンジにかけてからね、玉ねぎを炒め始めるとすごく時間が短縮できるんですね。なので電子レンジに入れてそれで3分くらい加熱しようと思います。で、ここにシリコンラップを、このシリコンラップは私いつも電子レンジの時に愛用するんですけど、ちなみにこれは100円ショップでダイソーで買うことができます。愛用してます。で、こちらもこの玉ねぎはくし切りにします。それでは玉ねぎを炒めていきたいと思います。ちょっと予定変更して別のフライパンで玉ねぎ炒めることにします。ここにオリーブオイルを引いて大さじ2杯ぐらい入れます、うん、そしてこの加熱した玉ねぎをこの中に入れます、うん、で、まあ、電子レンジで3分加熱したので結構、まあ、すぐに均一になってくると思います、うん、で、ここでね、ルーを作っていこうと思います。ここに小麦粉とカレー粉を入れてルーを作っていこうと思います。で、その間に先ほどのやつ再開しようかな。その間に生姜と生姜1かけとニンニク1かけをすりおろして、うん、玉ねぎの方は焦げつかないように時々ちょっと弱火にして時々かき混ぜながらやってください。まあ、これでうまくできるかどうかわかんないですけど、まあ、カレーはね、そんなに結構適当にやっても上手に作れるので参考になればと思って一応説明しながらやってるんですけど、本当に今適当に作っているので、まあ、こういうやり方もあるんだなっていう感じで見ていただければ幸いです。あとニンニクも、ニンニクはみじん切りですから、もう一個2かけにします。で、ニンニクみじん切りとすりおろそうかと思ったんですけど、めんどくさいのでみじん切りにします。生姜もちょっとめんどくさいからみじん切りにしようかな。生姜も面倒なのでみじん切りにします。生姜とニンニクのみじん切りを炒めます。こちらも焦げないように注意しながらやります。
間のニンニクと生姜の味噌煮は香りがついたら先ほどの、玉ねぎと人参と先に焼いておいた鶏肉を全部入れます。で軽く炒めてちょっとワイン入れようかと思います。ワインを入れて、こちらの玉ねぎの方もそろそろいい感じに焦げ色がついてきたので、小麦粉とカレー粉を入れてルーを作ろうかと思います。でこちらの方には水を追加します。コンソメキューブを入れようと思います。でこちらの方今から小麦粉入れます。小麦粉大さじ3杯にカレー粉大さじ2杯って感じでやろうと思います。まず小麦粉大さじ3杯入れて、大さじってこのちゃんとした大さじじゃないんですけど、まあ、大体同じくらいかなと思うんですけど、これで小麦粉を炒めます。粉っぽさがなくなるまでよく炒めます。もう1杯ぐらいでいいかな、大さじ4杯にしようと思います。小麦粉大さじ4杯にします。白い小麦粉が見えなくなったらカレー粉を大さじ2杯追加します。そしてよくまたなじませて、そして火を止めておきます。ちょっとお水入れとこうかな。こんな感じでよくなじませておきます。でここにちょっとね、ここにちょっとこちらの方のお水をちょっと入れて入れておきます。こんな感じでペースト状になれば OK です。それで火を止めておきます。後で、追加します。であとはこちらの方沸騰してきたので、ローリエの葉っぱとコンソメスープの素みたいなものを入れます。ローリエの葉っぱも入れます。結構時間かかると思うので、ちょっと蓋をして煮込みます。そろそろじゃがいもを入れることにします。じゃがいもはあまり煮崩れするのは嫌なので、いつも時間差で入れています。それではそろそろルーを入れることにします。この中に鍋に一旦火を止めて、この先ほど作ったルーを入れます。玉ねぎとルーがミックスになっているものを入れます。この状態だとね、まだかなり色がすごく薄いんですね。なのでちょっと今からいろいろ入れていきたいと思います。まずトマトの凝縮のトマトペーストトマトの、ピューレが凝縮になっているタイプのものなんですけど、今それを追加しました。それとリニアルソースとかを適当に入れていきたいと思います。もうちょっとトマトピューレ入れます。トマトペーストか入れます。そしてウスターソースもありますので、ウスターソースも入れます。だんだんカレーっぽい色になってきました。ちょっとお醤油も追加します。隠し味に。あ、だんだんすごいいい感じの味になってきました。ハチミツとかも入れようかな。ちょっとだけハチミツも入れることにします。
それでしばらく煮込みたいと思います。あとね、あのガラムマサラなんかもあるんですね。なのでガラムマサラは火を止める直前に混ぜたいと思います。結構あの煮ている途中に入れると香りが飛んでしまうので、いつも仕上げる直前に入れています。いい感じ。弱火で煮込みます。ルーを入れてからだいたいもう20分ぐらい煮込んでると思うんですけど、そろそろ出来上がりかなって感じです。もうじゃがいもも人参も全部柔らかくなっているし、ソースにもとろみがかなりついたので、そろそろ出来上がりかなっていう感じです。ということで火を止めておきたいと思います。ちょっとお見せしますね。こんな感じで、もう本当に普通のあのルーで作ったカレーと変わらないようなとろみの美味しそうなカレーが出来上がりました。わざわざルーを買わなくてもカレー粉さえあればこのようなカレー出来上がりますので、海外在住の方もやってみてください。ご飯なんですけど、あの余っている古い玄米があったので、今日はそれを圧力鍋で炊きたいと思います。で、本当に玄米も久しぶりなんですけど、以前玄米をよく食べていた頃に書いてあった覚書、さっき見つけましたので、100g に対して 180g、180cc のお水で圧力鍋で沸騰してから20分ということで、そのやり方でやりたいと思います。それで開けたいと思います。圧力がかかってから20分放置して火を止めて20分蒸らします。付け合わせなんですけど、今日はこの葉っぱ、ちょっと日本語で何て言うのかわからないんですけど、普通サラダ用なんですけど炒めても美味しいんですよ。ちょっとサラダ用だとちょっと固めなんですけど、炒めるとあのシャキシャキしてとっても美味しいので、フライパンでケッパーと一緒に炒めようと思います。バルドクイエバルドエママミヤボーノエサクリテンポ、美味しい。シディチェ、美味しそう。美味しそう。美味しそう。今度セムラボーノ、けどノンサランコーラ。美味しそう。うん、美味しそう。美味しい。ボニスモ。トランポプロント。では玄米の方炊き上がったので、これから急いで付け合わせの方を作ります。こちら先ほど あのサラダ、あの葉っぱをオリーブオイルとニンニクを刻んだものをちょっとだけ入れて、ペペロンチーノオイルもちょっと入れます。これもほんのちょっとだけそしてこちらの葉っぱ、ニンニクちょっとだけ炒めたら、この葉っぱを全部入れます。これ傘今すごくあるんですけど、もうすぐに傘がすごく減ってしまうので、でお塩を、その間にあのカレーの鍋の方の火をつけます。ガラムマサラを入れようと思います。これだけでもすごく美味しいんですけど、ガーモンバター入れるとね、とってもね、風味が良くなるので、もし機会があったら試してみてください。あのカレー粉もそうなんですけど、あのカレー粉とかガーモンバターとかって、あの一つのスパイスではなくて、いろんなスパイスを配合してあるんですね。それで、あの例えばカレーだったら、ターメリックだとか、ジンジャーだとか、あとなんだっけ、クローブだとか、そういういろんなものが配合してカレー粉になってるんですね。で、ガラムマサラっていうのはまた、別の、なんだろう、コリアンダーとか、なんだろうな、なんかとにかくいろんな、スパイスが配合されて、ガラムマサラっていう配合になってるんですよ。そうね、でね、カレーにはね、あの最後にガラムマサラを加えると、とっても美味しいです。で、こちらの方にはオリーブとケッパーを入れます。オリーブ、これもう封が開いてあったものがあったので、この黒いオリーブ、
黒いオリーブとペッパーを適量入れます。最後にもう一度オリーブオイルを加えて出来上がりです。これで火を止めます。あんなにたくさんあった葉っぱがこれだけになっちゃいました。それではカレーの方も合わせているので、スパイス、ガラムマサラを入れて仕上げします。もし辛みなんかが足りない場合は、ここでカレー粉を追加しても大丈夫だと思います。ピボーノ、甘みやかピボーノ、はい、出来上がりました。それでは火を止めます。火を止めてよそります。とっても美味しそうなカレー出来上がりました。玄米の方は20分圧をかけて20分蒸らしました。ちょうどいい感じで柔らかく、できました。ということで、これからカレーをそります。できました。ボナペティート。ボナペティート。こんにちは。バーナー？おいしい。米大気？バーナー？Buono. Venuto bene? Ammazza. Sì. Venuto benissimo. È uscito, è uscito. Bravo. Grazie. Bravo. È uscito. Buono. Buono.